はい。ということで、今日もですね、石破新政権についてですね。いやー、これ、もう何ですか、これね。やっぱりね、今回のね、石破内閣、すごいね、色い々ろいろ出てくるんですよね。で、今日ね、何かっていうと、今日はですね、石破内閣からですね、だから大臣たちから、やっぱり今日もですね、二人、二人もですよ、二人ね、やべえやついたって感じなんですよ。これね、注目ですよ、これ。で、しかもこれね、内容がね、それぞれね、やばいんですよ。そして、あとちょっとね、出遅れてますけれども、ひろゆきと萩生田さんの対決ですね。 ちょっとこれね、踏み込んだ話していきます。で、あと他にもやっぱりですね、自民党内部でもね、石破おろし始まってるって話ありましたね、これ。これもやっていきます。はい、ということで始めていくんですけど、で、今日ね、最初、最初だけちょっとソフトいきます。まあ、あとね、ずっとハードですからね、最初だけソフトです、これ。で、これですね、僕もね、おかしいなと思ってたのが、石破総理がですね、早速ね、能登に現地視察行ったんですよね。で、まあ、それはいいんですけれども、それで、ツイッターで首相官邸が宣伝してるんですよ。で、まずこれ、こんな感じ、こんな感じです。なんかすごいですよ、これね。 完全にこう、セッティングしてるみたいな映像ですよね。なんかこう、後ろからはっきり撮ってて、はい、おばさん、話してください、みたいなね。もちろんこう、こたまたまそう見えるシーンを切り取りしてるだけかもしれないですけどね。で、ただね、それよりも荒れてたのが、このね、文章だったんですよ。首相官邸が出した、このツイートの文章なんですよ。読んできますね。石破総理は能登の被災地を訪問し、お一人お一人と話され、困難な環境下にある人々のために力を尽くす決意を新たにされました。って言ってるんですよ。なんかちょっとおかしくないですか聞いた感じ。 これですねこう、首相官邸が石破総理にですね、決意を新たにされましたとかって言ってるんですよ。だからそう言うとねこう、身内が身内に敬語使ってるっていうか、なんかちょっとね、北の将軍様浮かんじゃいました、これね。まあ、だからね、北の将軍様のやらせプロモーション映像みたいな、そんな感じなんですよね。で、そしたらなんと、これやっぱね、僕だけじゃなくて、同じように感じた人、めちゃくちゃいたんですよ、これ。これがですね、多分こんな感じ。自分に新たにされましたって、日本語大丈夫ですかとか、石破氏は皇族か何かなのですか どういう意図か説明してください。とか言われてんです、まあ、とにかくね、めちゃくちゃ言われてました、これ、まあ。こんなコメントの嵐なんですよ。で、そしたらまさかの、あまりにも多かったんでしょうね。それで、首相官邸がさらにこの件に関してツイートしました。こんな感じです、これ。10月5日の投稿について、一部、表現の適正化を行いました。石破総理は能登のどのこのって書いてあるんですよね。うん。まあ、ちょっと訂正したって言ってるんですけど。だからね、言葉遣いが訂正でなかったと修正したっていうね。ただ、これ、今あったようにね、おかしくなかったですかこの、 表現の適正化を行いましたって。なんか、適正化を行いました、これ。別にですよ、これね。表現がね、不適切でしたとか、それでいいじゃないですか。もしくは、これ、もっと簡単にね、謝ってもいいじゃないですか。なのに、表現の適正化を行いましたって。それで今まさかですね、これ、ちょっと変な日本語じゃないですか。それでここにもね、外国人が入ってるんじゃないかとかって言われてんですよね。まあ、だからちょっと本当ね、中国の人が書くような、ちょっとね、不思議な日本語になってるんですよね。で、一体今ね、何が起こってるのかって言われてんですよ。で、そしたらここになんと、自民党の議員も出てきたんですよ。 それが、この人。だからね、佐藤議員ですよね。あのね、げの隊長ですね。で、この人が、日本語が変。なぜ、総理官邸が広報用ツイッターで、石破総理に敬語を使うのか、はてな。違和感満載のツイート、明日、背景を確認するって言ってるんですよ。だからやっぱおかしいんですよね。で、あとですね、能登に関心を持つことっていいことなんですけれども、ただね、これなんていうかこう、いきなりね、言ってたことを変えて、もう即選挙、即解散したじゃないですか。でそっから、即能登へ、ゴーって感じだと、 どうしてもやっぱこれね、衆議院議員選挙のプロモーションに来たんだろうって見えちゃいますよね。そう見えちゃいますよ、これね。はい。で、こっからですよ。こっからちょっとハードな感じいきます、これ。で、こっから今ですね、今言ったように、こう中国人がね、入り込んでるんではとかってありましたけれども、今これが、結構ね、じわじわ広がり始めてる衝撃なんですよ、これ。これね、本当に中国人入っていったって感じなんですよ。で、これがですね、これです、これ。これがですね、雑誌ビルの YouTube チャンネルなんですけど、そこにね、緊急ですって出てきたがこの人なんですよ、右の人。右の人がですね、これね、 佐々木瑠衣さんっていうジャーナリスト、あとですね、麗卓大学で国際学部教授してんですよね。で、この人も、この人自身もですね、あることを知ってびっくりしたって言うんですよ。何かっていうと、これね、横浜が選挙区の当選5回の坂井学議員です。で、この人が今回ですね、石破内閣に入閣してんですよ。それも国家公安委員長ですよ。これ覚えておいてください。国家公安委員長ですからね。それになってんですよね。で、これね、坂井学さんですけれども、この人が、なんとこれ、もう嘘、びっくりしましたこれ。 この人の政策秘書に、なんとこれが、日本に帰化した中国人がいることが分かったっていう。まあそういうね、情報が入ったらしいんですよ。それで、このですね、佐々木瑠一さん、これ、事務所に問い合わせたらしいんですよ。だから、坂井学議員の事務所に問い合わせたと。そうしたらね、まあ折り返しになったんでしょうね。折り返し、2日後にですね、そのね、帰化した元中国人の人、本人から連絡来たと、電話来たんですよね。で、そこでですね、佐々木瑠一さんが質問したんですよね。で、あなたは、元中国人に確かですかって言って、そうですって言うんですよね。そしてそこで聞いたのが、それはね、 台湾なのか中国か聞いたら、やっぱこれね、中国ですって言ったらしいんですよね。だから驚愕っていう。で、これね、佐々木類さんが言うには、これね、疎学するときでもね、やっぱこれ、身辺調査するから、だから当然ですね、石橋茂首相もその情報はね、調べるように登用してるってね、まあそう言ってましたね。まあちょっと個人的にはね、そんな時間あるのかなと思ったらするんですけれども、まあただね、後には絶対やるんでしょうけれども。で、ただこれね、まあ、堺井大臣自体はこれね、まあ、堺井国家公園委員長自体は分かって雇ってるわけじゃないですか。もうちょっとだからね、常識というかね、 考え方疑いますよね。で、これね、佐井学部国家公委員長ですけど、これね、菅政権の時っていうと、これ2020年とか2021年ですけど、その頃ですね、内閣官房副長官やってんですよ。で、この時にもうこれね、秘書の人っていうと、元中国人のね、秘書の人っていうと、いたらしいんですよ。だからこのね、佐井学議員の秘書の人だけ考えたらわかんないですけど、ただこれね、中国系の秘書を入れる代わりに、例えばですね、中国からね、お金もらってたりとか、あるかもしれないじゃないですか。あとね、お金じゃなくても、例えばね、ハニートラップにはまってしまって、で、代わりにですね、 だから、弱みを握られて、で、代わりに中国人秘書をね、入れさせられてるとか,かもしんないじゃないですか。まあ、とにかくこれですね、元中国人の人とか入れたら、結局ね、その人の親族っていうわけで、その親族がですね、中国にいるんだろうから、だから僕はもしですね、中国の偉い人だったら、そのね、親族のプレッシャーかけて、で、坂井議員の政策秘書を工作員にしますよね。そら、そらしますよね。でやばいんですよ、ほんと。それができるのが中国ですからね。だからね、そこに関係ある人を政策秘書に、しかもこれ、 国家公安委員長がやるってね、もうちょっと目玉が飛び出ますよ。びっくりっていうか、国家公安委員長ですよ。あ、これね、ここ見てください、これこんな感じ。だからね、国家公安委員長とはなんですけれども、まずこれね、内閣総理大臣がいて、で、その次に国家公安委員長がいて、その下が警察庁、警察なんですよ。日本警察すべてですよ。だからね、国家公安委員長っていうと、警察を管理してるんですよ。第一、ち目玉飛び出るでしょ、目玉飛び出る。だから、そこのトップが中国からね、帰化した人をこれ、政策書で雇ってるんですよ。 嘘でしょって感じでしょ、本当に。だってこれね、一般の警察官もこれ、日本国籍を持ってればね、一応ね、これ。だから、帰化とかすれば、一応ね、試験を受けれるみたいなんですけど、ただね、現実は採用前に身辺調査あるんですよね。で、そのね、身辺調査とかで、その人だけじゃなくて、これ、親族とかにも外国人がいるとかでも、しかもそれがですね、韓国とか中国とかだと、絶対ね、受からないって言われてるんですよ、警察官には。だから、このですね、ジャーナリストの佐々木瑠偉さんが、これですね、知り合いの警察官に聞いたら、もうね、その知り合いの警察官たちがですね、 本当ですかって、めちゃくちゃびっくりしてたらしいんですよ。そりゃそうでしょうね。だって、警察官にも採用されない素性の人が、自分たちの頂点にいる国家公安委員長が、自分の部下として採用してるんですよ。そう、びっくりしますよね。だからこれね、坂井学部国家公安委員長が、重要な話とかあったら、同席してですね、国家機密とかね、聞くことはあるかもしれないって、そんな感じなんですよ。制作書って言うんだね。で、さらに、ちょっと補足的ですけれども、さらにこれですね、坂井学部さん。これ、国家公安委員長だけじゃないんですよ。今回これ。これが、 じゃんこんな感じなんですよ。上から、国家公安委員長、そして、国土強靭化大臣、領土問題大臣、内閣府特命担当大臣、っこ防災海洋政策ってありますけど、どうですかこれ一番やばそうな役職じゃないですか、全部これこう。国のね、要とかこう、国の国家機密とかね、国のこう安保問題っていうかなんかもういろいろ、なんかもう、なんか一番ぐらいこれね、そういったことだからこう、他国の他国が介入したらまずいってね、そういったことこじゃないですか。一番気をつけなきゃいけない役職っていうか、 ここに、そんなことになってるんですよ。びっくりっていうか、もうだからびっくりですよ、んすみません、びっくり言いすぎて。だからね、もうちょっと、ごちゃごちゃ言ってもしょうがないんで、今回だけはとにかくね、自民党に入れない方がいいんですよ。そう思っちゃうんですよ、だからこれ。そして次はですね、実はこれ今ね、今言ったばかりこれ、自民党に今回ね、入れない方がいいって言いましたけれども、これね、まあ、一旦ね、一旦閉めたんですけど、けれども、こっちの方がもっとやばいかもしれないですよ。ほんとね、ため息出ますよ、これ。 でなんかもう僕はね僕は皆さんに代わりに、ね、謝りたくなりますもんそれぐらいのことですこれ何かっていうとこれね以前ですね報道されたこともあるんですけどこれがなんとですね今回ね今回外務大臣になってしまった人なんですよだからね岩屋武氏議員ですねだから今回ですねとんでもない人がなんとこれ外務大臣になってるっていうねそれで炎上してますねこれこれほんとやばいんですよこれこれまずですねこれ以前ですね中国企業が日本のですね IR に入り込もうとだからねまあ、維新とか進めてるカジノとかですよねでああいうのにね 中国企業が入り込もうとしててですね。で、当時ですね、内閣府の副大臣をやってた、それでですね、IR 担当だった秋元司議員いますよね。捕まってますよね。で、あの人が分かってるだけで、750万円相当の賄賂を受け取ってたと。なんかね、マカオ旅行とか招待されてるんですよね。で、そしてで,ですね、岩谷武外務大臣の話に戻して、で、このですね、岩谷武議員も中国からお金をもらってると疑われてるんですよ、今。ただね、その報道に対して岩谷武ははっきりとですね、 何時でないと否定して、なんかね、お金もらってないし、中国企業とも付き合いがないってはっきり言ってるんですよ。で、捜査でね、要請があれば協力するって言ってるんですよ。まあ、そういう風に言い切ってるんですよ、強めに。で、あ、ここまで否定するんだったらね、これないんだなと思ったりもするかもしれないですけど、ただこれが、なんかね、こうニュースとかに一緒に併記されてるのが、こんな感じなんですよ。これね、いわゆる外務省、これですね、自民党の中村博之衆議院議員、ここのですね、セミナーの講師を務めたんですよね。それで、謝礼で100万円もらってるんですよ。な、これね、これについてはね、 もらいましたと認めてるんですよなんかちょっと多すぎません、まあ、ちょっとじゃないか。だいぶ多いですよね。多分1回なんだろうし。で、これね、中村議員っていうのはなんとですね、さっきのね、IR 事業で、秋元司議員にお金をもらっていた中国企業に関係があるですね、そのね、中国企業に関係ある観光系の会社の社長から寄付をもらってるんですよ。これを認めてるんですよ、中村議員は。だからね、何が言いたいかっていうと、これね、結局、こう、回り回って、岩井議員っていうのは間接的にお金を受け取ってんじゃないかってことなんですよ。 で、ね、今の話ね、これ人によってはね、ちょっとね、こじつけすぎないかと思うかもしれないですけど、ただこれね、新聞でもこう報じられてるんですよ、これ。読んできます、こんな感じ。読める新聞は、中国企業側が、秋元容疑者以外の5人の衆議院議員側にも、100万ずつを提供したとするメモを作成してたことが、関係者の話で分かったと報道。そして、そしてですね、岩谷、中村、宮崎の各紙を含む5人の名前を挙げ、特捜部が昨年末に任意で事情聴取したと報じたって感じなんですよ。だからね、これどう思います だからもう本当にですね、今の自民党に入れちゃダメだと思うんですよ。こんな人たちを軒並みですね、これ入閣させてるんですよ。やばいでしょ、これ。はい。そして次の話これ。これちょっとね、本当はね、昨日とかやりたかったんですけど、出遅れてますよね。これがやっぱね、昨日ね、ジャングルポケットスタートさんやってたんで、できなかったんですけど、これやっぱね、ひろゆきがツイッターでですね、まあ、だから、萩生田さんとバトルですね。まずこれね、ひろゆきがツイッターでこんな感じ。統一協会で、教会長と一緒に信者に説教したり、 一緒に日本を神様の国にしましょうと言ってた自民党の萩生田光一議員が衆議院議員選挙で非公認になる模様。統一協会とズブズブな議員が認められないのは当然だよねって言ってるんですよね。そうしたらそこになんとね、これ、リプで本人登場なんですよ。リプなんですよね。これね、なんか、これこんな感じこれ。萩生田光一事務所って言ってますけれども、ただこれね、萩生田さんに確認取らずにやるわけもないですよね。で、これね、萩生田さんの長文ツイートですけど、これ要約すると、まずですね、ひろゆきがですね、 自分が、萩生田さんが完全にですね、否定してる報道内容。自分がね、一度ね、否定とかしてる報道内容を元にして発信してると。で、事実もこの情報を含んでるって言うんですよね。だからね、まあ、含んでるだからね。だからそれだったらね、事実もあるってことですよね。で、そしてですね、これね、あとですね、削除しないと、これね、広域のツイート削除しないと、法的措置を検討してるって言うんですよね。まあ、そんな感じなんですよ。でもこれね、すごいのがですね、何がすごいかっていうと、これね、広域がツイートしてから、そっからですね、なんとこれ、 44分後にこの抗議のツイートしてるんですよ。萩生田さんが。早すぎませんすごいなって。そして、これね、萩生田さんの抗議のツイートに対して、ひろゆきこんな感じ。事実と異なる部分の指摘がないので、何を削除したらいいか分かりませんって言ってるんですよね。でもこれね、すごいんですよ。何かっていうとこれね、多分ね、ひろゆきね、この記事読んでるんですよ、これ。それが、これですよ、これ。これがね、TBS ニュースデイジのタイトルが、一緒に日本を神様の国にしよう。 自民、萩生田光一政調会長が旧統一教会の関連団体で講演していた記録を独自入手、報道特集。なんか下の方ありますよね。一緒に日本を神様の国にしましょうって書いてあるんですよね。で、この記事はかなり強烈なんですよね。これね、統一教会の元信者に取材してるんですけれども、それでですね、萩生田さんって言ったらですね、選挙区が八王子とかなんですよね。で、そのね、八王子の統一教会の教会を訪れてたらしいんですよね、萩生田さんが。で、もうね、まずこれ、萩生田さんがそのね、教会を訪れて、で、そこにまずね、 飾ってある教祖の文青年とかの写真に敬礼してたと。すごいですよね。えぐいですよね。で、あとね、元信者の証言で、統一教会のですね、教会長って人いるんですけど、教会のね、教会長いると。で、そのね、教会長がいつもですね、こ自民党がですね、政権を取らないと、日本がね、もうね、滅ぶ的な話をすると。いつもするのね。で、さらに、神様の計画で、それをですね、自民党が担ってるって言ってたらしいんですよ。教会長が言ってたらしいんですよ。で、そしたら今度ね、で、そこに萩生田さんも登壇して、でですね、で、そのね、今言った、 教会長の話に便乗してこう言ったんですよ。あなたたちの信仰で日本の未来がかかってるから死ぬ気でこの自民党を復活させてほしいみたいな話したらしいんですよあとこれね萩生田さんは統一教会の教祖のことをご父母様っていうらしいんですよね、まあ、そう呼ぶらしいとで信者にですねそのね自分もご父母様の願いが果たせるように頑張るから、まあ、だからその代わりに自民の応援頼むよみたいなこと言ったらしいんですよねで元信者の人が言うには信者たちは神様の計画を達成するためにだからね自民党を応援してるって言ってましたね そんな感じだって。まあ、そんな記事なんですよ。た、まあ、だからね、この記事のどの辺りが嘘なのか、これね、萩生田さんね、言ったらいいのにと思ったりするんですよね。まあ、僕ね、別に、別に実はこれ、萩生田さんね、まあ、嫌いってわけでもないんですけどもね、まあ、なかなかね、そんな感じなんですよね。あ、だからね、まあそんなね、そんな萩生田さんっていうと、今回ですね、裏側議員として、石破内閣から非公認にされちゃいましたよね。で、そうなると、やっぱりね、それもあって、内部でも石破卸始まってる点、これ出てました、また。また出てましたね。これ読んでいきます、こんな感じ。衆院選へ、 大勝負に出た首相。だが、党内の分裂は必死だ。非公認となれば、テレビの政権放送でアピールできないなど、厳しい選挙戦は避けられない。安倍派からは、一方的な悪者扱いで許せない。など、演算の声が相次いだ。萩生田氏は今月1日、インターネット番組で、高市さなえ、全経済安全保障担当省に、幹事長をお願いすべきであった。と、首相批判した。衆院選の結果次第で、高市らを中心とした、当確運動が一気に広がりそうだ。って言ってんですよ。だからやっぱりね、前の動画で紹介した、 裏金議員の問題。このね、このダメージを一旦ですね、石破政権が受けてですね。だからね、今回のね、裏金議員問題のダメージを一旦ですね、石破政権が今回の選挙で受けてですね、でですね、禊そぎを済ました、みたいになって、でまあね、短命に終わるんですよ。短命に終わってもらって、そして次の総裁になった人はラッキーみたいなね、そんなストーリーっていうね。これね、ほんとそう思います、これね。か次の人ラッキーだなっていう。 でもこれね、もちろんこれね、次の総裁っていうと、高市さねがいいんですけれども、なんかね、今回の選挙でちょっと思ったのが、これね、小林高之とか、あとちょっとね、僕思ったのが、個人的にね、茂木さんなんかもちょっとね、どんな経済政策するのか気になったんですよね。まあ、そんな感じなんですよね。はい、ということで、今日はですね、こんなところでございます。